one look. Sí. Okay.
はい、もっと下へ行けよ、もっと下へ、はい、下へ、下へ、下へ。はい、大丈夫。もうちょっと引いてよ。はい。うん。はい、下へ。そういう辺に引き出して大きく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 いいよ、また引けるよ、この前の力だけ、はい、はい、なんかだいぶ同じように弾けるよ、うん、前はバラバラだけども、だいぶ同じように弾けるようになってきたので、はい、ただ指持つとまた勝手に違っちゃうけどね大丈夫、うん、
Okay.
から打ち落とし、ここでやってるけど、はい、今度ここから出てシャイ、ここにあの本座と書いてある、はい、分かりますかね、ここに書いてある本座、あ、本座、あ、分かりました、はい、それからここにあのシャイ、ここはあの、ま、あの的を射る位置っていう意味でシャイ、はい、でシャイ、本座、本座、本座、シャイ、うん、本座からシャイで出て、分かる、うん、出て、分かる、1、2、3、おしゃいまで。それから一旦足揃えてから。はい。ちょっと練習してみる。はい、お願いします。三三。三。三。お左足前で。うん、左足から。はい。一二三。今度どこで教わったこと？正面の。まあ、うん。何歩で出る？左、右、左でやってみて、もうちょっとそこ、距離が長いので、もうちょっと前に、はい、うん、いや、ここから、ここが、股の的の正面に立って、はい、から1、2、3で、3で、次4で揃える、3、4で揃える、左を出したら、うん、右を揃えて、こう二歩三足、二歩三足なんで、三足ですけど、回しは1、2、3、4、5、そうですね、三縦は、三で、うん、こう踏み出して左足は回して、横に行って、くっつけて、さあ、はい、斜面も違う、斜面はあの、ここから一遍揃えてくる、だから、あの腰行ったら、あのこっちに引かないで、こっちで3は3までは一緒だ、1、3、揃えて、それで、ただ出す、うん、正面は一旦こっち引きつけてから上に踏むけど、斜面の場合は出してから1、2、3、閉じない、閉じない、あれ一緒、そこまでは1、2、3、3までは3で向きをあの、うん、そう開いて、そこから今、これがあの斜面です、はい、斜面、うん、と、正面は1、2、3、4、5、それがどうか、それは正面、正面、正面、基本ぐらいですね、うん、1、2、3、4で引き、足を引きつける、右足を引きつけて、はい、5、はい、This is the center. まあ、あの、まあ、1、まあ、調整しながら、長、長足ここずつんで、あ、そう、まあ、調整しながら、
ここからいるときにゆっくり、ゆっくり待って、ゆっくりシャッと待って、じわ、じわたぶんこっちが置く、ね、置く、ね、そしたら向こうとなると置くちゃう、うん、まあ多少かけてちょっと力入れてみたら、はい、うん、もう力入れてもいいんだけど、はい、ここでうん、こっち、ここで引く気持ちで、はい、うん、少しちょっといく、今のパーキングここから外れたの、はい、
こうやりながら、うん、いいうん、そうそうそう、いいです。今の、あのここ行った時に、こことここに力、はい、弓の力がかかっていると感じる、はい、感じれると思うので、はい、それをここ行った時、はい、ここから持てた時にも同じ、それから同じように、ここ、ここ、うん、うん、こことここで弓が、あの、さもう支える、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 うん、そう、そう、それをいつも、弾く時も、ここからも、いつも、そういう、うん、そう、いつも、そうそうそう、その感じを、はい、あの、保つように、はい、うん、そうそう、お先にちょっと難しいです、うん、ま、回る、な、手を中に回る、うん、回る、滑らせるね、はいはいはい、こう、ぐーその時も、こことここをこうやって、ここで、こう、うん、うん、でここを少しこれ引かす、うん、そうそう、うん、ここを引っ越しながら、うん、これね、このあの返しながら、うん、ながら、はい、うん、そうそう、ここを、うん、そうそう、でこことここで、ここで、うん、そう、犬を支える、そう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 、そう、はい、大きくからしたい、そうそうそう、はい、です今みたいな感じをここにいつも保つように、はい、ここからだね、これ構えた時に少しこう、はい、そしてここをちょっとこうしながら、はい、だからここをいつもこう、こういう感じに保って、はい、はい、じゃあ準備オープンは、バッグルームを取られました先生です、あの、うん、前はありましたね、前の振り分けてまだありますあなたの、うん、あなたの僕の2つのね、あ、ホワイトあなたのオープンは、あ、いいです、先生です、先生です、あちょっと小さいです、小さいです、見る、ここへ先ついくとね、あの弓が、はい、あのここへ来る、ここで勝てないやつここでしか勝たないんで、あ、うん、はい、この手に合ったやつを使うのと、はい、難しい、あの今抜け抜けって言ったけどもちょっと意識して、はい、こう伏せて、そうです、うん、ちょっとやって、はい、
こういうふうじゃなくて、上から近づけといてから下を、こう、こう、まあ、言うなら、前から、あの、耳と、あと、ね、こう、こういうふうに、はい、担ぐようにして、はい、上からこう、ちょっとやっぱり狙いが低いので、でまだ これ折り切ってない、はい、こっち肘があの残っちゃってるので、まあ、こうもっとこうくぐるしたい、したい左の肘が両方、あれこれ特にこっち、はい、だからこうやってあの今は水平よりもちょい下ぐらいしてたので、狙いがというのはこっちが折り切ってないから、うん、一割までね、折りてない、ここら辺で止まってるので、はい、肘をもう少しこうしたい、引いてしたいよ。こういう感じ、うん、ここからずっと引きつけといてからこう踏むようにした、うん、肘で、はい、これは7時、肘をこう7時から、うん、こういう感じ、はい、後ろ肘を後ろに回して、うん、はい、ここから下へ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 下口あれも置いてきてるので、はい、うん、そうです、ここはもうなんかこういう感じで、そうです、もっともっと、うん、うん、うん、肘を回す、肘を後ろへ、はい、後ろへ、後ろへ引っ張ってから押して、ああ、ありがとうございます Okay. だいぶコツは分かった。うん。うん。あれでいいです。はい。走る。ああ。書いた本の中にもちょっと書いてあるので、はい、こっちだと思います。はい、
つもりないから。そうそう。ちょっと皆さん、ここが低くなったり、もう少し。こっちはグラグラに引っ掛けてるんだけど、ここをグラグラにして引っ掛けてる。ちょっと肘張る。
あ、いいよ。今ので水平、矢が水平なので、はい、もう少しまた半分増える、はい、今2回目やっぱちょっとちっちゃかった、ね、ちょっと小さいね、うん、自分でも分かるようになった、はい、分かるようになった、なんか、うん、さっきより長かったで、うん、で狙いが、はい、まあ、今本当に水平なので、はい、ちょっと辛い、あの的まではちょっと辛いので的を狙いをあと半分増える、はい、でその分は、一応この上半身ちょっと肩のままでやるから、うん、あの上半身はそのままで狙い少し上げて、でまあ投げるよりも、はい、下ろすときに、はい、調整してそうですか、はい、お願いします、ごめんなさい、すみません、はい、ありがとう。
しいいですか、うん、あの手の前、ここから上げる前、うん、下、うん、写真いいですか、先生の手。あ、私の、はいはいはい、あの、あの夢の、うん、狙いはつけてると思うけど、こっちが降りてる。そうですね。鼻割れ。全然割れ。ここまで。もうちょっとある。うん、そこから大きく。なんて引けてない。
あまり中へここ、もう入らないように。ここちょっと、そう。で、ここが、まあ、大体平らになるので、それ以上やるとダメ。ここで止めて、止めるとこことここにちょうど当たる。ここが当たるように。これを入れすぎると当たらなくなっちゃうね、このベタになっちゃう。はい、ドンとここ入って、ここ、あの弓を支えるのは、ここからここへ、こうやると、ここへ来ちゃうので、はい、それでやって、こことここで弓を支えるように、それには、ここをあまり、ここで止めない、はい、ここに行き過ぎると、はい、ダメ、はい、うん、ここで止め、ぐる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 っと回したときに、ここへ、ぐるぐるぐるっと回す、うん、そう、そこまで。そこまでで、あとは滑らせないように。第3行ったら、ここはあと滑らないように、ここを滑らないように。はい。はい。あ、走るです。あ、いいよいいよ。あ、僕のもまだ取れてる。あ、そうか。
ここでペケン、はい、それがペケン、ペケと両方書いてある、はい、これダメです、これもこれもダメ、これちょっと控えすぎ、こういうのこれもちょっと度が過ぎてる、こういうの慣れすぎてる、これが、これがね、これがいい、これがいい、ここの本の、ここの本の、あ、あれだね、そう、うん、うん、うん、まだ降りきてね、まだここ、はい、狙いはあれでいいと思う、はい、今のところの位置でいいと思うけど、こっちが降りてないので、ここまでだから、はい、まあ、下い、まだあれあれってちょうど今水平だよね、はい、今いや水平なので、こっちが降りた分だけ狙いをそのままにしといて、うん、こういう感じなんで、こう肘をもっと後ろに押して矢を、あの貝の矢を今鼻割れのところからもうちょっと肘を下へ引っ張って、うん、引っ張って口割るまで下ろせば矢は上向きますので、はい、引き始めをあの水平にしてる、はい、うん、ちょっと引き始めを大きくして、そこから大きく大きく肘を後ろへ回す。で下へ下ろし、ぐるっと引っ張る。もっと引っ張れるよ。まだいいよ。もっと。おいしそこまで。うん。ではちょうどあそこで的へ届く。うん。ちょっと今のやつのときに今見てみて、はい、うん、鼻割れと口割れ、鼻が鼻割れに決まって、はい、動画って自分の動画撮ってる、撮れます、正面から、はい、正面から動画撮ってる、はい、はい、その先入ります、
じゃあちょっと動画止めて。